国見駅は、宮城県仙台市青葉区、荒牧屋座西来神にある、東日本旅客鉄道仙山線の駅である。駅構内列車交換の様子端式ホーム2面2線を、有する地上駅で、駅舎は北側にある。北側から見て、ホーム、線路、ホーム、線路の順に並ぶ構造となっている。北側の線路は、両方のホームに接しているが、 北側のホームのみで旅客の扱いを行う。南のホームは北側に柵が設置されており、南側の線路の列車が使用する。北側のホームが1番線、南側のホームが2番線とされている。開業当初は短式ホーム1面1線を持つ構造であったが、その後の仙山線の輸送量の増加に伴い、密度の高い列車ダイヤを組むため島式ホーム1面2線を、 持つ構造に改められた。しかし、1990年代中頃に、もともとあった高校に加えて、専門学校や大学が駅周辺に進出し、利用者数が急増すると、幅の狭い既存のホームで乗客を裁くことが難しくなっていった。特に朝のラッシュ時には、下り列車から降りた学生と、上り列車の入線を待つ通勤客とで、 ホームが溢れ返るという危険な状態も発生した。そのため1997年に線路を挟んだ既存のホームの向かい側に単式ホーム一面を増設、蒸気の構造に改められることとなり、ホームの混雑は幾分緩和された。駅舎については、駅舎開設当初は用地確保のため線路の南側に設置されていた。しかし、駅周辺にある学校はすべて北側にあり、 駅舎から学校に向かうには踏切を渡らねばならなかった。このため、遮断機の降りた踏切に侵入したり、駅舎を経由せずに乗車する利用者が発生していたので、2002年に駅舎を北側に移転した。旧来の駅舎は改築され、トイレとして利用されている。この名残でトイレを利用するだけの校内踏切がある。仙台地区センターが管理する、業務委託駅、緑の窓口、 自動改札機、自動券売機が設置されている。改札口からホームまではスロープになっている。JR の特定特市内制度における仙台市内の駅である。1.2番線とも仙台方、宇前地と方に、城内、出発信号機が備えられている。過去には2番線に上り、列車が停車し、1番線を降り列車が通過、停車する設定もなされていた。 JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は3172人である。近年の推移は以下の通りである。駅の北側と東側は住宅地であり、南側と西側は雑木林となっている。八幡方面へは急勾配の転坂を下っていく。ありがとうございます。